ヤブムラサキは、シソカムラサキ式部族に分類される、落葉低木の一種。俗名は、美しいと、実を意味し、種小名は、難毛のあるを意味する。樹高は2から3メートル。枝は細く、はじめ開白色の正常毛を密生するが、後に無毛となる。葉は、薄い洋脂質で耐性し、長さ6から12センチメートルの甲卵形、または、卵状大円形。 両面に先天があり、表面に難毛が密生し触るとふわふわし、裏面には、誇りのような正常毛や、右上毛が密生する。葉の最大幅は基部よりから、中央の間、基部は紫式部よりも丸い。葉平は、長さ3から8ミリメートル。葉液から短い周酸果剤を出し、薄紫色の小さな花を数個つける。果敢、額には、正常毛が多い。 開花時期は6から7月。果実は、液化、直径約4ミリメートルの球形で、秋に紫色に熟しやど損する額に毛がある。産地の明るい林園に生育するヤブムラサキ、朝鮮半島と日本の温帯から団体にかけて分布する。日本では、本州、四国、九州に分布する。産地の明るい林内や林園に普通に生育している。 本種が金を数十 ppm の濃度で蓄積する。特性があることから、金の指標植物とされ、植物地化学探査で均衡化指示植物として有効であることが確認されている。一文字亀のコハムシが、植草の一つとしている。観賞用樹木として園芸に利用されている。時に紫式部との雑種である犬紫式部が見られる。以下の品種が知られている。 日本では以下の都道府県によりレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。